栄翔は屈辱に耐えていた。常に栄光と共にあらねばならない名族の遠家、その当主たる自分が妖蛮ごときに騙されるとは。しかし彼は屈辱を無にする素晴らしい力と出会った。かぐやが持つ時を遡る力、その力を使えば。栄翔は偶然居合わせた宿友と橘銀千代に名族に力添えする栄誉を与えると、勇んでかぐやのもとに向かった。恥ずべき過去は変えねばならない、いやいっそなかったことにしてしまえ。名族の誇りをかけて今栄翔が過去へと飛ぶ。おい、この場所に間違いないのだな。おそらくは。さっきまでの勢いはどうしたのさ。案外頼りないもんだね。妖魔は必ず私に近づいてこよう。その時を狙い逆に利用してやるのだ。本当にそんなに簡単に行くのかい。本来橘に策などいらぬ。いざともなれば妖魔を残らずほふってやる。頼もしいね。あんたがいれば炎症も妙な気を起こさないだろうよ。えい、話なら後にするがいい。行くぞ、名族の誇りを示すのだ。これより妖魔を打ち倒し、妖者出現を阻止する。お前たちも炎家の将として誇りを持って戦うのだ。立花、貴様の風下になど。ま、少しだけ付き合ってやろうじゃないか。今こそ名族の意向で暗き過去を消し去る時。者ども、ようこそ由緒計画実行の時。炎症だ。俺たちで乗っ取ってやるのだ。もうすぐあの間抜けが来る。作戦通りうまくやるんだぞ。任せよ。過去を知っている私にいい作戦がある。お前たちは大船に乗ったつもりでいるがよい。泥船の間違いではないのか。何か言ったわ。さあ、まずは任せるぞ。仕上がりに大きなお方とお見受けしました。何かを懲らしめちゃくれませんかね。それしました、大きなるお方。ではあなた様の話を聞きましょう。心を現れました。ぜひご当節を賜りて。なんだ、何の大きさじゃねえな。参ったぜ。話を聞こう。今は妖魔と人が争っている場合ではない。我々は共に手を取り合う。さすが名族炎翔様。
将はいつも通りとして、龍馬も龍馬さん。の棟梁、棟梁と会おうぞ。確かここから南の砦にいるのであったな。なぜそれを。遠藤様は何でもお見通しなんだ。分かったら、とっとと案内するのだな。おお、さすがは名族様だ。ではでは、どうぞこちらへ。戦ぶり手本といたします。やるな、大したもんだぜ。毛陵様、炎章様たちをお連れいたしました。わかった、通す。おい、いいじゃん、こっちに入る。来たら私も仕方ない。やるか。俺は炎章様、ようお越しくだされた。貴殿こそ龍馬と人を滑るにふさわしいお方。まさしくそうである。私に任せておけば。バカな貴様、襲われてる場合か。さっきあなた作戦はどうしたんだ。そうであった。覚悟するのだ。俺、我らを騙したな。この俺らであろう。捨ててやれそうだ。俺、炎章め。そう、そういえば歩兵を仕込んでいたのだ。備えあれば何とやらだな。歩兵たちよ、炎章に向かって進め。我が愛の術を試す良い機会。
どこまで妖魔どもの力を引き出せるか。さらに力が湧いてくる。東峠の妖魔はいつの間にか空いている。いや、負ける気がしねえ。全軍進め。みんな奮戦し、さらに私はその間に未来にいるぞ。いい加減にしな。ほら、あんたで当たるんだよ。えい、敵将ゲロードバッタリー。やりよう。やるな、大したものだ。その戦ぶり手本といたします。我らのものにできないのではないらしい。じゃああとはあんた一人で頑張りな。ああ、諸君の活躍あってこその私である。これからも奮戦をよろしく頼む。我が術をもってしてもこれが限界か。力を与えた妖魔どもが脆弱にすぎた。もはやここにとどまる理由もない。他の強き者の気配を追うとしようぞ。見たかよ、お豆。これこそが私の実力、あるべき姿である。もはや何を言う気も起きん。終わったならばそれでいい。ま、妖魔を追い払っただけ、よしとするかね。以後も勝ち続けるのみだ。だ。これで我が、いや、人間の汚名は見事注がれた。ま、一時はどうなることかと思ったがね。思いとどまらせられてよかったよ。とはいえ、もしこの先また妖魔に近づこうなどとすれば。私を信用しておらぬのか、失敬な奴め。いや、信用している。ただ万一そういう事態になれば、妖魔もろとも貴様を潰してやろう。誇り高き名族のこと、まず大丈夫だと思うが。で、結局私たちはあんたの汚名返上に付き合わされたんだろう。どんなお礼をしてくれるんだい。楽しみだね。名族を手伝う栄誉を得られたのだぞ。これ以上まだ何か望むつもりか。名門円家の名、この異界にも知れ渡ろう。